桜並木、うん、中学校行っとこあんさか半分乗る、あ半分乗る、うん、半分まで行って、焦げなくなったら、あ、 おっしゃ、うん、男の子はどうかね、うん、コロナ時刻の仕上げ言おったんだかね、うん、て昨日半分ぐらいまでは行かなけど、うんうんどんなあげやいな、うん、なんかティッシュ取って自転車でどんくらいかかったの、学校で、中学校で40分ぐらいかな、うん、40分、うん、おー、うん、こたつのさ、電源は、うん、抜いてあるな抜いてあるかもね、全然かかったけど、あーじゃあどんかかったじゃな、買いがかはよっちょが、ああ、くんだやからな。くだやかい、うん。え、帰りまた坂あるじゃん。うん、くだ、帰りもちった坂からな、消え。家の前に。家のこっちが、どっか。あっかも、全然、大したことあるね。でも、あそこ歩かんと、うん、あれもは男の子でも無理でしょ。ねんじゃ、お寺の子は。お寺の。のあそこ、うん、あ、お寺の坂よ。坂ないでしょ。人、うん、あそこは、中学校とか朝何時頃でおったね、うちは7時うんねえ、じいちゃんこたつ入れて、こたつが入ってないよ、うん、うん、入ってんのかな、いや、入ってない、入ってないよね、うん、これは入ってるもんね、これうわ、折れちゃった、小学校とどんくらいかかったね、あいんで私1時間かかってたかやっぱ30分分かるかいな、お姉ちゃんは30分、うんうん、私1時間かかってた、おお。まっすぐ今曲がったじゃん、ね、お姉ちゃんはもうテク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 ってあるわけじゃん私途中で越されてたもんじじいちゃん、どのまま3名も通ったでおじゃらな、どもそれ、うん、何時頃でおったかどもわからんの、トヨタにしてんの頃はでおったじゃろ、やっぱり中学校とか、うん、おどがだったら自転車とはいかなおったじゃん、うん、ここはどこですか、高い面とこ、うん、小学校そこでしょ、小学校そこだった、うん、ね、走りきゃ3分でつくぞお母さん、わくかなんて牛の餌やりに戻ってきたことがあるってお昼あ先生も手伝いに来たらしいよちょっと帰ってきますってやろいないかな、うん、子供そこ強ったでもさ寒いも言わじおった子ども次にどさも来てないかんおったがやっぱりトイックなんだ、あ足が速いですかね、うん、うん、まあ持久走やらマラソンやら速いです、やっぱり速かった、うん、遠いところの小学生たちよ、うん、やっぱり強いがね、足腰がまだ半分飲めた、寒せついんだよな子供は、うん、それ開けたの